リマインカップルのマイです。リョです。本日は、彼氏に毎日メイクをします。私の毎日メイク、とんでもないことなんで。いいから。俺メイクやったことないねんけど。まずこのカラコンをね入れてもらいます。私がいつも使ってるカラコン、このラベールの メガベージュですね。あ、キャラメルグローでした、ごめんなさい。キャラメルグローです。キャラメルグロー、これちょっと自分で止めれる。いや全部やってよ。え、なんか眉毛ボーボーやねんけど。眉毛ボーボーすぎじゃない？こっち向いてほしい。何？ピッカリすぎて重なってるから。やって。じゃあ椅子をこっちから入って。こっちから入んねん。アーティストや。俺はアーティストって。お前がアーティスト。俺は客や。遠い。まずこちらニューカラーの化粧下地クリア。眉毛ボーボーガチで。なんでそらへんの眉毛剃ってるこれ。うん、いや無理。こうやって引かんといてな、向かってきてな。だから引かんといてって言ってるな。そんな言わせんといて。俺客や。だからこうやって来てって言って。やりづらい。そんなやつはこうやって来て。やりづらい。ここ行きますか。引かんといて。あ、客つけへんわ。じゃ別にいいから。引くのっつってんのにできひん。塗られへんやん。そうやってこう逃げられたら。逃げないよ。じゃ引くなって。引いてないって。引くなって言ってんのに。こうやって向かってこいって言ってんのに、こっちに絶対痛いって思う。でこちら、イヴ・サンローランの、クッションファンデです。 YSL いいから。その知ってます、アピール。向かってきて。それはこれはね、はたかなあかんで。上向いてこうやって目だけ。いや目だけでいいから。全部上向かんでいいから。目だけでいいから。じゃあ普通にして。目だけ上向いて。顔はまっすぐ。もう嫌やわ。顔まっすぐしてくれや。塗られてんやん。だって普通に俺やってるやん。だって俺見たことあるんですよ、やられてんの。じゃあお前は見てない。じゃあいいか、静かにして。こんなんやってやれへんって。いいから。遠いねんもんだって。そう、そっちが近づいてこい。喧嘩すんのぜお前。じゃあ、あのこうやって予言といてほしいね、マジで。だからこうやってやらへんから、自分から。じゃあだから俺がこうやってやるから、それに対してもう これでやってくれたらいいね。でそっちが映らへんから言ってんねん、わかる。じゃあもうちょっと話したらいいよ。じゃあ話したら遠いやん、わからへん。化粧してるのはいろいろ考えてんねん、こっちも、ね、上向かなくていい。まっすぐ見て。これ何でも言ってるのに、触ってほしくないったら、まあ、こうやって上向かれるから、こうしないとできんのって。でこのね、ボーボーのひげ、青ひげをこうやってなくして。りょうくんちょっと肌荒れがすごいな。なんかやっぱりそう乾燥してるから、普段化粧のりが抜群に悪いっていう。よし、鼻高。羨ましいねんけど、この鼻。鼻かゆくなってきた。うん、しょうがない。閉じてちゃうって、中やって。嫌や、そんなんする。臭い。鼻に臭いことないよ。で次おでこ、肌白。鼻中のおかしい。この後カラコン入れなきゃ。絶対忘れた。カラコン、カラコン入れてな。すぐ自分でやってな。これがあんまないねんな。髪の毛にちょっとついたわ。かゆい。うん、どこがかゆい。鼻の穴。うん、粉みたいな。そう、やめてよもう。眉毛めっちゃ綺麗にしたい。剃っていい？無理。これ生やしてるの、わざと。いや生やしてない。目つぶっていくから。よし、こんな感じでいいか。次、それ一回カラコンだけ見てくれる。順番めちゃくちゃやけど。適当にやらんとって。やるんやったら。適当にやってないよ、いつもやってる状態。これちなみに女の子メイクですからね、皆さん。その男用のメイクじゃないですからね。シャツしおしおやな、これ。このカラコン入れてもらってます。ちょっと薄め、ナチュラルじゃない感じ。オッケー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 。おー、すげー。こちらね、クリアラストフェイスパウダーね。これ普段どんな女の子が顔に重みを感じてるかっていう。眉毛はちょっとこれ描かれへんから、描けないから。これボーボーやから眉マスカラします。ボーボーちょ、これめっちゃあかんねんけど。ボーボーすぎて。もう眉毛はもうだって いじったあかんやろ。剃ったあかんやろ。剃りたいな。この辺だけ剃りたい。こういう感じで。この辺とか。もういいよ、触らんとってか、俺の。なんてやねん。次は目やな。両方でもやってくる。何が臭いの？何が臭いの？何が臭いの？それは何なの？塗ってるやつ。これアイシャドウね。はい、外国人みたい。ナーズのね、みんなクリスマスパレットがめっちゃな。次
次が、こちらのねラブライナーのねこのちょっとブラウンっぽい色を、ね、塗って。これ自分でやってる時どうやってやってるの？どうやってってこう見てやってる。見えへんやん。片目閉じてるから片方も目で見る。あ、そういうこと。私人にメイクしたことないからめっちゃうまいことできひん。ノーズシャドウを引きます。ノーズシャドウはこちらケイトのねアイブロウパウダー下の2色を取ります。うわ、私の鼻と違うからもうめっちゃちょっとなんか立体感が出すぎるかもしれん。でも鼻筋が通ってるから正味いらんぐらいねんな。避けたらあかんって。痛いことせえへんから。なんか痒くなってくんねんけど鼻のとこがちょっと痒い。マジで見といてもう奥さん。あかん、りょうくんの乾燥肌が目立つな。やっぱりこれするとこちらー AZTK の、N&D パールハイライト02番輝きが出るやつ。りょうくんマイクでやっぱり肌が汚いってことはこれでわかる。そろそろそんな俺だってずっと手入れしてなかったもん、うん。涙袋描きます。涙袋もこのノーズシャドウで使ったこのアイブロウのパウダーに上向いて、じゃあの顔向かんでいいから目だけ。おーすごい。私やっぱ人に化粧するの苦手やな。うまくできへん。あ、でもちょっと涙袋できた。めんどくさ、何回もこれやってんの女の子は。うわうわすごい。見ていい？まだやって。ちゃんと完成しましたって言ってセールに。これもねイブサンローランです。はい、完成しました。早いな意外と。私の多分メイクがいつも時間かけてないんですよ。私松江くんもしてるから。3、2、1、ドン。はい。あ、おるおる。あ、いい感じ。やっぱカラコンがすごいよな。え、めっちゃ良くない？おるおる、こういうやつおる。え、めっちゃ良くない？みんなどう？やばい、おるおるおる。え、良くない？みんな。私多分なんかそんな濃くないねん、化粧が。みんな、私濃いって言われるんだけど。カラコンつけたらなんかめっちゃ雰囲気変わんな。めっちゃ男前。怖いね。気持ち悪いわ、なんか変な感じ。え、いい感じ、いい感じ。あ、いいですね。素晴らしい。ということでね、本日は、彼氏に、普段の私のメイクをしてみたらどうなるかでした。初化粧やった。もう何もやったことなかった俺。もっとちゃんと。すげえ、めっちゃなんか肌綺麗になってる。だろ、うん、ほら、めっちゃいいやん。これから化粧していこうか。いや、もういいです。もうこれで最初で最後でいいです。ということでね、以上、化粧してみたという動画になります。ありがとうございました。もう二度とやりません。はい。いや、明日もします。はい、しません。以上、ヤマイカップルの前でした。ありがとうございました。